お富みよさぶろう第2話を申し上げます。ふらわり表へ立ち入れましたよさぶろうともきち。よさぶろうはもう酒に酔っているものですからふらふらでございます。<laughs> よささん、ずいぶんふらふらじゃねえか。どうだい夜風にあたって、そのあたり散歩でもしようじゃねえか。もきちに連れられましてよさぶろう。ふらわりふらりと表を歩いておりましたが、 この目地という人、大変な遊び人でございます。そうなれば、行き着く先は、やはり、吉原のようでございまして。真面目な与三郎も、大門をくぐり抜けると、ここがどこだかわかります。<laughs> なんだよ、ここは。もしかして、吉原ってところじゃないですか。おいおいおい、与三さ,さん、大きな声を出すんじゃないよ。与三さ,さん、今日は、私に付き合ってくれなきゃいけないぜ。 よさぶろ酒に酔っておりますし、断るのも面倒になりましたから。わかったよ。それじゃあ今日はお付き合いをいたしましょう。ふたに連れ立ちまして参りましたのが、も吉が行きつけにしております、お茶屋でございます。おかみ、今日連れてきたのは他でもねえんだ。この人はね、 伊豆屋の若旦那の与三郎さんだよ。いいお客になるに決まってるじゃねえか。それがね、あの与三郎さんってした女をまだ知らないんですよ。どうだい一つ男にしてやりてえと思うんだが、頼めねえかな。まあまあ、そうでございますか。どうぞ私にお任せくださいましなと。これはいい客になると思いますから、お茶屋のおかみみを張り切りまして、一二を争うくらいいい。 おいい花魁をつけることにいたしました。よさぶろ、この人大変な色男。また、お金持ちの若旦那でございますから、花魁からも大層持てる。一方の木地はと申しますと、大層酒癖が悪い。また酒に酔うとしつこいたちでございますから、花魁から持てないというのも当たり前でございます。すっかり振られてしまいました、木地。 よささん、面白くも何ともねえや。いつまでもこんなところにいても面白くも何ともねさあさあさあ、早いとこ帰るよ。と、嫌がるよさぶろうの手を引きながら、まだ夜に明けぬうちに表へと立ち入れた。もきちさん、まだこんな暗い自分に何も出なくてもいいじゃありませんか。 何言ってんだよ。いつまでもあんなところにいいもんじゃねえんだ。今日は初回じゃねえかあ。あんまりね、遅くなると親父さんが心配するかもしれねえから。何これからな、船でも使って帰りゃそろそろ夜も明けてくるよと。ふらりふらり歩きながらやって参りましたのは、山野堀にございます。おもだか屋という船宿。 夜中でございますから、船頭がいないところ、無理やりに用意いたしましたのが、三沢の船舶という船頭でございます。それじゃあ、船で帰ろうと、一度船に乗り込みます。酒に酔っているものでございますから、もきち、もうおとなしくしているわけはございませんで、ね。<laughs> いやーいい風だな。おう、水も冷てえや。おい、よせさ,さん、こっちで遊びなよ。 船の上でバタ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 するものですから、船はぐらぐら揺れるばかり。おやめなさいよ。船の上でそんなに騒ぐもんじゃありませんよ。何言ってるんだよ、ささん。いいじゃねえか、ちょいとぐらい <laughs>。お、なんだ、冷えてきたな。もう、七、ふらふら立ち上がりますと、そこで正面をしようとした。ところが、この弾みでガクッ と、船が傾きますと、あっという間もあらばこそ、足をつるっと滑らした、あ危ないという間もあらば、ダメーンと川の中に落ち込んでしまった、あっ、モキチさんさあ、これ川の中に落ちてしまいました、モキチ。これがどうなるかというお話は、次回の連続といたします。